人と動物と違うのは、人は考え事をするっていうところがあるんです。悩んだり苦しんだり不幸になると、実は人をいじめるという傾向があるんです。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。非常に残念ですが、いじめや人への嫌がらせはどこにでもあります。社会や家庭、あらゆるところで起きるいじめは、ある理由があって起きます。いじめと認識しなくても、やられて嫌だったことなどもあります。今回は、いじめや嫌がらせについて、それが起きる仕組みと、受けた時にどう対処すればよいのかについてひとりさんが教えてくれます。人が人をいじめる理由がわかれば、それが怖くなくなります。対処方法が分かれば、いじめられることに悩んだり苦しむことはなくなるでしょう。また自分が人をいじめたりしないための抑止力にもなります。とても不思議ですが、納得できるお話です。そしてこのお話があなたの心を救ってくれます。人生を楽しく幸せに進めたい方は、ぜひ最後まで聞いてください。必ずあなたの役に立ちます。ひとりさんのひとりごと100回聞いてくださいって話です。今日の話は自分ではかなり重大な話だと思ってます。人と動物と違うのは、人は考え事をするっていうところがあるんです。それで私がいつもなんでこんなにいっぱいいつもテープ入れるのかっていうと、人は他の動物と違って悩んだり苦しんだり不幸になると、実は人をいじめるという傾向があるんです。で、ここのとこへ来て不況が続いたりとかいろんなことがあると、必ず人をいじめるときってのは弱い方へ向くし、男の人なら女の人に向いちゃうこともあるだろうし、女の人は子供に向いちゃうんです。それで、なんで人はここまで不幸になるのかっていうと、人はいつも上を目指せって言われてて、学校の勉強でもスポーツでもそうなんだけど、上を目指してやっていくと、本当に上になれる人ってのはごくごく稀にしかいなくて、その結果いつも自分がこう苦しくなっちゃって、言い方があんまり良くないかもわかんないんだけど、学生時代学校で勉強ができたからといって社会へ出るとそれが仕事に即つながるとも限らないし、変な話、若い時はなんていう暴力って喧嘩やなんか強くて肩で風切ってたような人でも社会に出ちゃうとそんなこと通用しないから、またこれも幸せじゃなくなってきちゃって、でいつも幸せを人と対象にするといつもいつも苦しくなっちゃうんだと。それよりささやかでもいいし、自分の生き方、足りるを知るって言っちゃおかしいんだけど、本当に日本に生まれて幸せだねとか、ご飯食べられて幸せとか、いつもこう幸せを自分の範疇で自分が探す。で、目の外って言い方もおかしいんだけど、幸せは心が決めるから、自分の心が幸せだなと思ったり、ついてるねって言ったりとか、そういう風にしていかないと、必ず弱い人に行くの。会社で言えば本当に、もう会社でも人のこと意地悪したりなんかする人いるし、いじめをやる人いるんだけど、理由は何ですかっていうと、自分が不幸なの。で、常に自分が不幸だと、人をいじめたくなる性質が人間にはあるんだって。だから、よく、こういう時ホームレス出して申し訳ないんだけど、ホームレスの人の中でもそんなに不幸だと思ってない人もいるんだけど、ホームレスの中ですら自分が不幸だと思ってると仲間ものすごくいじめたりする人が出てくるんだよね。だから人は幸せにならないといけないの。
本当に自分のためだけじゃないの。みんなのためにも幸せになんなきゃいけなくて、どうしたら幸せになれるかって、そのことだけ考えて、自分の心の中にどうしたら幸せだと思えるか、本当に、なんつうのかな、ブランド心持ってないから不幸なんだと思うのか、こういうもんでも着れて幸せだと思うのか、こんなもんしか食えないと思って腹立てるのか、それとも、こんなもんでもお腹いっぱい食べれるから幸せだと思えるのかって、幸せだと思わないと、あなただけじゃなくて、あなたの中に誰かをいじめる種が入ってるんだって。だからこれを出しちゃいけないんだよって。それを出さないためにも、そしたら自分が鬼になっちゃうからね。人は、人として生まれた人間が優しくしてあげりゃ仏になりもなるし神にもなれるの。だけど鬼の部分が出ちゃったら悪魔にもなれるし鬼にもなれちゃうんだよね。で、それの分かれ目がどこですかって、人間が自分が幸せだと思ってる時に人をいじめようとは思わないんだよ。必ずつまんない時、面白くない、何か心が辛い、心が苦しい、そうすると人をいじめたくなっちゃうっていう性質があるんだ。だから幸せになるって真剣に考えなきゃいけないんだって。それで一人でも不幸の人が亡くなればいいんだって。自分が不幸だと誰かを巻き添えにするの。必ずそれが弱いものに当たるので、この世には因果というのがある。因果って何ですかって言った時、原因があるから結果があるんだよねっていうことですよね。で、その原因があって結果があるんだよっていうことなんですけれど、今から例題的にいろんな話すると、だんだん分かってきます。例えばなんですけれど、意外と多いのが、小さい時女の子で、私お兄ちゃんにいたずらされちゃったことがあるのよ。それがものすごく精神的ショックで、親にも言ったけど、そんなことね、人前で言っちゃダメだよとかって言われて、それだけで済まされちゃった。お兄ちゃんも許せないし、聞いてくれないお母さんも許せないっていう人がいます。で、そういう人がなぜそういうことが起きたんだろう。私は悪くない、ちっちゃい時だから何の、ね、原因もなく、ただ被害者なんだっていうけれど、その子が、人間に生まれること10万回って言いますから、何回も何回も生まれ変わってた時、前世で男の子だった時に自分の妹にそういうことをしたんです。だからその因果が今出てきてるんです。で、出ると同時にもう消えてなくなったんです。で、それを自分の作った因果が出てるのに、お兄ちゃんが悪い、親が悪い、誰が悪い、誰が悪いって言ってると、それがずーっと続くんです。そしてその因果がもっと大きくなって、この世でもっと悪いことを起こす。なぜかというと、自分の作った因果を人のせいにして、あの人が悪い、この人が悪い、世間が分かってくれないって言ってると、どん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 悪い結果になるんです。だって、あなたが正しいんだったらどんどん良くなるよね。で、それがどんどん悪くなってくるっていうのは、自分の犯した罪が今出てきたんだから、もう出たんだからもう消えたの。それを、お医者さんに通ってます。薬を飲んでます。で、薬で、あなたの犯した因果は消えるんですかって。因果を消す薬ってあるんですかって。で、そういうことしてると、だん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 、その薬で、うつ病になってきちゃったりとか、どんどんおかしくなってきちゃう。だから、出た因果は消えたんだ、ありがたいって、ただそう思えばいい。と、因果って聞くと、因果だったら、どっかでこう、祈祷してもらわなきゃとか、都合買わなきゃとかって言うけど、もう、起きた因果が出たんだから消えたの。あ、消えてよかったねでいいんで、都合買う必要もなければ、ご祈祷する必要もないんです。だからこれからいろんなことが起きたとき、あ、もう出たから消えたんだ。で、そういうふうにただ思えばいいだけだよ。家庭内暴力で、なんでうちの子供はね、母親でよく子供に殴られる、暴力振るわれる。
なんでだろう。なんとかこの子が治ってくれたら、なんとかこの子が更生してくれた。この子、この子って言ってるけど、あなたが前世、男の子だった時に、親に暴力を振るってるの。で、それが結果となって出てきてるのに、あの子が治ってくれたら、あの子が治ってくれたらっていうこと、原因はあなたにある。そうすると、あ、因果が消えるんだ。ありがたいことだ。自分が犯してきたことが今消えていくんだ。ありがたいと思ったとき、その子供の、あなたの人相も変わるけど、相手の子供の人相もわーっと変わってきて、ああ、よかったね。ありがたいねっていうことが始まるの。それを自分の犯した罪を相手が悪い、相手が悪いつってと、そうじゃない、そうじゃないという原骨の雨が降るんだ。だから、どん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 それがエスカレートしてきちゃうよ。もうあの子を治すためにカウンセリングにも行きました。何もしました、何もしました。ね、ご祈祷もしましたってけど、あなたの原因なのであって、それを人のを治そうと思っても絶対治らないんだよ。この世の中って不思議なことがあってね。癌は急になると思ってたけど、癌の人っていうのは必ず頑張り屋か頑固なの。で、それをやめない限り治らないの。だから喘息なんていうのは、子供の喘息なんていうのは、親かおじいちゃんで人のことを怒鳴りつけて、息もできないほど怒鳴りつける人がいる。そうすると、その人が出した因果が、子供か孫に回ってくる。ね、そういうこともあるんだよって。で、言われた人はすぐ思い当たる。あ、そうだ。うちの親がそうですよと。おじいちゃんがそうですよと。ね、リウマチもそうなの。人のことを恨んだり恨まれたりすると、そういう結果が出てくるの。この世の中には原因があって必ず結果がある。因果の場合はね、人に恨まれなくても本当に冷やしようとあんまり冷やしようとなるけれど、因果の人はすぐわかるの。ね、だから、ああ、そうなんだ。こういう因果があるんだ。で、そのことが分かると自分が救われるの。で、自分一人が救われると、地獄で苦しんでる自分の先祖が一人救われるの。で、あなたそうじゃないよ。こういう考え方してごらん。こういうことがあるんだよ。原因がないことが起きるわけないじゃないかって。一人教えてあげて、その人が一人救われると、また先祖で苦しんでる人が救われる。それで自分も幸せになり、周りも幸せになり、先祖も幸せにできる。で、こういう話を聞ける人は特別選ばれた人なの。で、特別選ばれた人には、特別の考え方をして、また特別にやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないって何ですかって時、そういうことが起きた時、ああ、これで因果が消えたんだと思い、また人にこういうことを教えるということだよ。わかるかい？ね。この世が修行だからね。変な神様の勉強しろとか、滝に打たれるとかって言ってるんじゃないんだよ。起きたことが、ああ、嫌なことが起きたからついてるとかついてないじゃないの。よく、嫌なことが起きたときついてるって言ってごらんってどういう意味ですかと。嫌なことが起きたときは、もう起きた時点で因果が消えてるの。だからよかったね、な。それを、そのことに対してブス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 文句言ってって、それが引きずって、そのちっちゃい嫌なことの種を、せっかく消えたものを、今世でまた大きくしちゃうの。それが、因果作りなの。因果を作っちゃって、子供に渡す人と、きれいきれいに消していける人がいるんだよ。夫婦中でも、なんでうちの旦那ああいうことして、ああでこうでって言うけど、それは、あなたが夫だった時に、奥さんにそういうことをしてたの。自分が何もしてないのに、そんなこと起きるわけがない。で、私はしてない人なんて、今世してないんだよね。前世にしてるから起きる。人の魂ってずっと続くんだよ。自分は学歴がないから学歴ですごく馬鹿にされるんです。それは、前世であなたが学歴があったり学問があったとき、学歴のない人、学問のない人必ず馬鹿にしてたの。そういう態度を取ってたから今出てくるんだよ。だって同じ学歴がなくたって、そんなこと何も言われない人っていっぱいいるんだよ。なぜ自分は言われるんだろう。なぜあの人はあんなこと言うんだろう。全くあいつは嫌な人間だって。それで、自分が学歴がなくて、
バカにされる人って自分が学歴があった時人をバカにしてたんだよ。それを今自分がバカにされるからって、それはあなたが起こしてきた原因なのに、子供に無理やり勉強して学問がないとこんな辛い思いするぞとかって言うけど、そうじゃないんだよ。あなたが起こした問題があなたに今返ってきてるだけで、これは俺の起こした問題だよって。ね。お前、子供にな。お父さんはそういう過ち前世で犯したから、今因果が消えてこういうこと起きてるけど、お前は学問を持っても人を馬鹿にするようなことするなよとか、ね。お父さんの因果はお父さんが消すからなって、そういう気持ちね。それが一番、正しい気持ちなんだよね。だからそういう気持ちで世の中見てみると、今まで解決できなかったことが全部できてくる。なんでこんなことが起きるの、俺は被害者だって、俺がやったんだよ前世で、だから今消えていくんだって、ああついてるよなって、本当にありがたいねって、どんどん出てきてもいいよ、どんどん消していっちゃうから。だって出てきたことに対してたった一言、俺が前世でやったことなんだよ、ありがたいね。この一言がどん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 消していくの。それをなんでだろう、なんでだろう。俺、私は被害者だ、俺は被害者だ。あいつが悪いんだ、あいつが悪いんだって言ってると、何にも解決できないの。それが運勢を悪くし、自分の体まで壊してきちゃう。それより、自分を救い、先祖を救えるような生き方が一番いいよね。この話を何回も聞くと、後ろにいる守護霊が、そうだそうだ、先祖がそうだそうだ、ね。先祖は、あんたに幸せになってもらいたいんだよ。幸せに生きてもらいたいんだよ。自分で出した因果をどんどん消すために、俺たちは今世来てるんだよ。で、いい因果を作りに来てるんだよ。いい因果はいいことがしか起きないんだよ。だから自分の因果を消して、いい因果を渡すんだって。みんながそうだそうだって。いう喜びの声が湧き上がってくる。それで見る目が変わって幸せになれる。私はこのテープは本当にいいテープだと思います。ただ信じなくたくない人は信じなくていいです。これは強制できるようなものじゃないです。私もあったかい気持ちで入れたつもりです。聞ける人は100回聞いてください。ありがとうございます。はい、おはようございます。100回聞いてくださいって話です。この世は地獄であるって、そしてこの世を天国にするまでの旅立ちの話します。家庭です、そこへ。誰でも天国へ行くっていう簡単な、家庭です。ある人が、この星は精神病院であるって言った人がいます。この星は地獄であるって証言した人もいます。それはどういうことですか。今からちょっとだけお話しします。劣等感の話、地球が天国になる話っていうテープがあって、それを聞いてくれてると思うんですけど、まあ、中には聞いてない人もいると思うので、ざっとお話しします。人って劣等感を受けるんです。そうするとイライラします。誰か親が劣等感を与えるとか、そうするとイライラします。例えば、いじめっ子がいます。そうすると聞くと、家で親がすごくうるさいとか、家がものすごく貧しいとか、そういうことですよね。例えば、ちょっとだけ考えてもらいたいのが、江戸時代に、仇討ちってのがありました。もし、自分の親が殺された、だから仇を討つんだ。ところが、自分の親が殺されたから、仇じゃない人、周りにいる人ね、周りのお釈迦さんとか、そういう人を切り殺しちゃったら、それ、狂人で、気違いだよね。だって全然関係ない人も何人も何人も切り殺したら、それ、気が狂ってるよね。今、親の仇だって許されない時代なのに、まあ、例えば江戸時代でも、関係ない人切っちゃったら、それ狂人だよね。で、それと同じことを今の人たちはしてるんだ。なんでですか？ちょっと、さっきも言ったように、
家が貧しかったとか親が厳しかったとか、だから強い子はかっこいいってイライラしてるから弱い者いじめるんだっていうけど、あなたがそのいじめてるその人は、あなたがあなたの家が貧しいことと何か関係があるんですか？ね？あなたをイライラさせたのは親だったり生活だったりなんだよね。全然関係のない人にその嘘を晴らすっていうのは、親の仇じゃない人を切り殺してるのと全く同じだよね。会社で劣等感のある上司は部下のことを見つけてボン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 文句言います。家で嫌なことがあったかもわかんないから会社の人に当たり散らすけど、あなたが小さい時に劣等感を受けて与えたのは間違いなくあなたの前にいる部下じゃないんだよね。あなたが家で喧嘩してきて嫌な思いしたのはあなたと奥さんの問題で、ね、前にいる部下とは全く関係がないんだよね。と関係のない人にを切り殺すとか関係ない人に当たり散らすってね、狂人と同じだよ。であっちでもこっちでもそんな人がいたらこの星が地獄になっちゃうよ、ね、この星は天国として神様が作ったのになぜおかしなことが起きるんですかっていうと、ね、あまりにも狂ったような人がいっぱいいるの。であなたはどうしたらいいんですかって言うと、自分だけやらなければいい。自分だけやらなくたって周りがやりますって言うけど、そうじゃないの。類は友を呼ぶと言って、あなた一人だけでも別に私が小さい時受けてきた劣等感と今のうちの奥さんとか子供とか関係ないから私はやらないよって、ねね、そういうことをきちっと明確に分けられる人、そしたらそういう人ばっかしが周りから寄ってくるし、いつもそういうことをしない人がそばにいたら周りも自然に変わっちゃうんです。そうすると必ずそこに天国が生まれるんです。もともとこの星は天国として、まあ、できた星だからね、天国にしようなんて努力いらないの。地獄にしてるのは自分の中の心なの、ね、必ずクラブ活動でも先輩やなんかからいじめられてどうのこうのしたからって、それを後輩に当たると、後輩は何もしてないんだよ。あなたのことを不当にいじめたのは先輩たちでしょ？ね？そうすると、仇じゃない人を切り殺すってのはやめた方がいいよ。それが変な伝統見たくなってるけど、そんな地獄の伝統みたいのを受け継いじゃダメだよ。ね、人にやられて嫌なことはしない、これがキリスト教の根本的教えなんだけど、世界の宗教どこだってそうだよ、ね、そういうこと自体は、やめた方がいいよ、この星を精神病院にしちゃいけないの。であなたは精神だって本当に精神病じゃないんだよ。心の持ち方だけで狂ったことしてるじゃない、ね、だからそういうことはやめようと、ね、あなたが今当たってる人のせいであなたは劣等感を受けたんじゃないんだよ、ね、それからあんまり貧乏するとね、世間に仇を討とうとする。やっと金持ちになった人世間に行ってやばり散らしてすけど、あなたが貧乏だったのはあなたの周りの人と関係ないんだよ。それあなたの家の問題なんだよ。ね、俺はちっちゃい時苦労したからこうなんだって、それはあんたの自由なんだよ。あんたの自由って言っていけない、あなたの家の問題で、それからあとどういうふうに生きたかって、だって同じ貧乏でもあんたみたいになんなかった人いっぱいいるよって、ね、家が貧しかったから貧しい人の気持ちがよく分かって、ね、そういう人助けるって仕事してる人もいるし、ね、誰しもそうなってるんじゃないよ。そのことよく考えて、くださいね。この星は、本当に天国として神様が作った星だからね、そういうことに目覚めた人を宗教的に、あの人は覚醒した目覚めた人だっていうの。だから目覚めてくださいっていう話です。以上です。
感謝してます。人はみんな幸せになるように作られています。ですがそれと同時に、私たちはみんな自分の中に意地悪の種を持っています。幸せでいれば、その意地悪の種は発芽しません。意地悪の種が顔を出すのは、自分が不幸な時です。自分が不幸だと認識すると、悪魔への道が始まります。人は考える生き物です。それが他の動物との違いですが、苦しみの原因になることもあります。私たちは上を目指すようにと育てられてきましたが、誰もが目指す上位につけるわけではありません。上位を目指していて、それが叶わなかった時、自分はダメだと心が苦しくなります。本来幸せとは人それぞれで、その人の幸せはその人の中にしかありません。上位でなければ幸せではないというのは、人を基準にしています。人と比べてどうかと考えるようになると、幸せではなくなります。もし一瞬は人より上だと思えても、それは長続きしません。もっと上の人がいるからです。そうやって苦しくなった人は、腹いせに他の人をいじめます。そしていじめられた人は、また誰かを不幸にしたり。この連鎖は、自分が不幸だと勝手に思って、人を巻き添えにすることで起きています。幸せだと感じていれば、いじめたい気持ちは起きません。幸せは自分の中にあります。今ここにいてしっかり食事が取れて、屋根のある部屋で寝られるのは、とても幸せなこと。それに気づけば、人をいじめたい気持ちはなくなるのです。それともう一つ、因果の法則も知っておくべきです。自分が受けているいじめや嫌がらせは、すべて自分の責任です。さっきの話と矛盾するようですが、そうではありません。自分の責任と言われれば腹が立つかもしれませんが、これを理解すれば、あなたの悩みはなくなります。因果とは、原因に応じた結果がやってくるというもの。過去や現在に人から受けた嫌なことは、自分が過去にやったことの結果です。そんなことをした覚えがないと思うかもしれません。過去というのは今世に限りませんから、前世やもっと前にそれをやったのかもしれません。今上司から嫌がらせを受けているなら、前世では嫌がらせをする側だったということ。子供の家庭内暴力も、かつては自分が暴力を振るう側だったことの因果です。因果はここに現れて、それを因果だと認めればそれで終わります。問題は因果を認めずに、相手のせいにすることです。自分の因果だと気づかず、相手が悪い、それを何とかしたいと思い続けていると、その因果は消えません。消えないのでどんどんそれはひどくなっていきます。これは自分の病気も同じ。なんでこんな病気になったのかと恨みつらみを重ねていては、病気は治りません。因果を認めて原因を正せば、それは良くなります。困っていることを解決したいなら、因果を認めてください。そうすれば必ず自分が救われます。そして地獄で苦しむ先祖を助けることにもなります。できるなら苦しむ人に因果について教えてあげてください。それでその人が救われたなら、また先祖が救われます。人生とは天国までの過程です。本来その道のりは楽しくて幸せなもののはず。しかしそうならないようにしている人がいます。人は劣等感を持つとイライラします。イライラすれば誰かにぶつけたくなり、ぶつけられた人は苦しみます。劣等感は誰かに植え付けられたものですが、それを植え付けた人以外で晴らすのはおかしな話です。家庭環境が劣等感の理由であれば、その原因は親にあります。それなのに社会や周りの人に迷惑をかけて憂さ晴らしするのは、敵討ちの相手を間違っています。もっと言えば、不幸の原因は結局は自分です。それを棚に上げて他人を何とかしようとするのはどう考えてもおかしな話です。そんな人で地球が溢れ出すとそこは地獄になっていきます。本来天国のはずの地球を地獄に変えてはいけません。地獄は自分の心にあります。私たちがまずやるべきはそのことに自分が気づくこと。自分が気づいて幸せでいることが地球全体の幸せの始まりです。人には考える力があります。考える力を悪い方に使ってはいけません。考える力を正しく使えば、必ず幸せになります。幸せでないとしたら、正しく脳を使っていません。
まずはあなたから幸せになってください。幸せは自分の心にあります。不幸も自分の心にあります。どちらに行くかは自分が決められるのです。この地球は神様が与えてくれた天国です。みんなで幸せになると決めて楽しく過ごしましょう。少しでもいいなと思ったら応援の意味も込めてグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたにすべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。